おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、曜日マッチ周回する意味あるのっていうところでね、ちょっとそこの話をしていけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ今曜日マッチなんですけど、1000ポイントね到達するごとにこのチケットがもらえます。ジャパンリミテッドチケットスカウトね、ジャパンリミテッドチケットで引けますということで、このチケットが引けます。ここ周回する必要あるのかどうかっていう話になってくるんですが、ここに関してはね、一個前提として分かってほしいのは、まあまあいいラインナップではありますが、そんなに強くないっていうことをちょっと今回ね、話していけたらということでやっていきましょう。まあ、今回このジャパンリミテッドチケットスカウトってことで、今まで来ていたね日本代表のレジェマの選手だとか無料ガチャの選手たちっていうものが今回のこのラインナップに追加されております。良くも悪くもっていう内容であり、そんなにねゴリゴリ強い選手たちがいるっていうわけではないです。ちょっとまあ内容も踏まえて見ていくと、例えばねゴールキーパーでいうと8500ということで、かなり総合値も低いですね。一応テクニカルブロックあるのでスキル構成としては悪くはないんですが、さすがにちょっとねもう今の現状だと8500っていうのはっていうところかなと思います。まあ、ただカウンターのね貫突ゴールキーパーいないなら取ってもいいかなとは思いますが、で宮城とかに関してもですね、まあ一応タックル職人、ジェントルマン、ディフェンスリーダー悪くはありませんが、こちらも総合値がやっぱり低いですね。全体的に本当に総合値が低いです。ただですねここですね、ちょっとねごめんなさい、私これ名前が、この彼が実装された当時も言ったんですけど、名前がちょっとね読めないんですけど、彼のいいところは鉄壁サイドバックですね。鉄壁サイドバックマジで貴重なので、そういう面ではですね取りに行ってもいいかな。プレースタイルとかっていうのを見た時に、ライトサイドバックの鉄壁サイドバックマジで数少ないです。っていうかこのゲームそもそも鉄壁サイドバックの数がめちゃくちゃ少ないので、そういう面では取る価値がある選手かなと思います。奥村はレジェマの選手だったかな、サカツクスワードの時にレジェマで一緒に来た選手だった気がする。確かあと稲村ですね。ここもね悪くはないんですが、やっぱり全体的にちょっと総合値が寂しいかな。まあ、ただコントロールフリーキック持っててね、フリーキックスキルの餌にできる、まあ、S ランクのフリーキックってそんなにたくさんあるわけではないので、まあ、そういう餌にできたりだとか、久しぶりの池田圭介ですね、本田圭介の時ですが、ミラン染めでも使える選手ですし、まあ、一時期ね本当に私も使ってたぐらい、結構活躍してくれるんですよね、大舞台に強いでね、インターナショナルカップとかだとすごい活躍してくれる選手です。まあ、こんな感じでですね、まあ、みんなも分かってるとは思うんですが、そんなに強くないです。まあね、キャプテン特徴を持ってるのがいるぐらいかな。でランアップシュートもあるのでスキルの餌としては悪くないし、まあ、総合値も1万200くらいだったら悪くないと思いますが、まあ、全体的にねちょっとだけ厳しい性能なのかなと個人的には思います。まあ、このねチケットをレジェマを周回すれば周回するだけ集められ、あ、曜日マッチですね、失礼しました。曜日マッチ周回すれば周回するだけ集められるっていう話ではありますが、じゃあどれくらいそもそもチケットが集まるので、確率どんぐらいなのっていう話なんですけど、一応出てくるの日本人選手だけなので、まあ、次回のリミテッドマッチ用にね揃えろっていうことかもしれませんが、正直ね回るのだいぶ厳しいと思います。レジェンドマッチって特攻選手がいないので、特攻選手引いてね周回効率上げるっていうのができないわけですよね。で星5選手の確率も 5% です。で、レジェンドマッチと曜日マッチでやっぱり特攻選手のあるないっていうのはすごく大きくて、曜日マッチを実際に見ていくと分かるんですが、まあ、ハードの方だよね、ここを、全ミッションクリアした上で、勝ったとしても190ポイントしか手に入りません。スタミナ5を使って190ポイントなので50使うと1900ポイントだよね。まあ、実質、50スタミナ50フル回復させて2000たまらないっていうのが、ベストでも2000たまらないっていうのが、曜日マッチの現状となってます。まあ、かなり厳しいかな、正直かなり厳しいと思います。ベストでもね、50スタミナ使ってベストで2000たまらないので、自分のねちょっとスタミナドリンク見ていただいたら分かるんですが、例えば私もこれ46本ありますけど、まあ、上のもろもろ踏まえてね50回分回復できるとして、
まあ、純粋に1回 1900×50 なので、まあ、だいぶ少ないよね。多分199枚とかかな、199とか、ちょっと今パッと出てきませんが、正直超厳しいです。これがレジェンドマッチとかだったら、レジェンドマッチの方でね、例えばレジェンドマッチ1万ポイントでチケット10連引けるよとかってなると、レジェンドマッチに関しても同じようにねポイントありますが、ボーナスでその分上昇してね、1回のポイントで例えば300とか400ポイントぐらいまで稼ぐことができるので、スタミナ5を使った時の手に入るポイントの数が全然違います。で今回ですね、仮に曜日マッチの周回をした上で手に入るチケットがこのジャパンレジェンズスカウトのチケットだったら、正直かなりありだったかなと思います。無理して周回して、例えば一人でもいいから伊原取りに行くとかね、もうとりあえず一人二人でいいから前園集めて監督させるみたいな、そういう発想をするんだったら曜日マッチ周回する価値はすごくあったかもしれませんが、今回曜日マッチを周回したところで手に入るこのチケットっていうものが、日本代表の過去の無料ガチャの選手たちなので、スキル的にもね能力的にも正直かなり厳しいっていうのが現状です。なんで個人的にはよっぽど曜日マッチの選手を集めたいとかではない限り、今回の曜日マッチね無理に周回する必要はないのかなと思います。まあラインナップのね選手たちもそんなに正直悪くないですし、今回のこのガチャのいいところは誰が来ても日本人選手っていうところでね、そういうところではすごくいいのかもしれませんが、まあ普通に予備マッチやっていたら、10連ぐらいはできるようになりますし、インターナショナルカップとかね、インターナショナルカップマスターみたいな、ああいうものをクリアしたいんだったら、正直星5選手をね、全員分揃える必要は全然ありません。全然日本人選手、特に今回これ今引いていたらあれですけど、星4選手たち出てきますので、まあその選手たちね、適度に貫突していただければ、全然それでいいかなと思いますし、なんなら貫突する必要もないんじゃないかってぐらいかなと思います。まあ、こんな感じでね、新しい日本人の星4選手もすごく多いので、 J リーグ好きだとかね、もう日本人選手大好きみたいな人は、いろんな星4選手をねいっぱい手に入れるために引いてもいいのかなと思いますが、まあ、今回のね、予備マッチ周回のためにスタミナドリンク砕いたりとかっていうのは本当にもったいないですね。そこはもう分かっておいていただけたらなと思います。もうどっちかですね、もう割り切って日本人選手好きだから日本人選手取りに行くのか、それとももう日本人選手にこだわりないんだったらやめるのか、そんな感じで割り切るのが一番かなと思います。まあ、新しい選手たちなのでね、ほとんどがニューな選手ですし、そこは楽しい、引いていて楽しいところかなとは思いますが、まあ、それでもさっき言ったように日本人選手好きじゃないのであれば基本的には引かないというところでね、やっていただけたら、基本的には、まあ、引いていいんだけど、レジェンドマッチのね周回と曜日マッチの周回は違いますので、曜日マッチの周回はしないというような形にしていただけたらなと思います。まあ、今回のね曜日マッチ結構内容としては良くてですね、普通にね、例えばポーランドのレフトサイドバックチョルベル選手もそうですし、普通に内容がいいので、そういう意味合いでね、1人手に入れるだとか、インターナショナルカップ用に曜日マッチの選手を貫突するだとか、バルシュ選手もね、月曜日のバルシュ選手もセンターフォワード、チェコのゴレアドールですので、そういう意味ではねすごく使いやすい選手だと思います。カメルーンの選手だとか、いますので、そこら辺をね取りに行くっていうところで、あくまでもチケットは二の次、まずはきちんとね、個人的な感覚ですが、まずはレナルディ選手のねブースタードリブルかき集めるぐらいの勢いでやっていただけたらなと思います。まあ全く日本人の選手いないってなっても、おそらく今回の曜日マッチ、特攻選手が存在しない曜日マッチの周回で、ジャパンレジェンズスカウトをやって貫突まで持っていくことは無理だと思っていただけたらなと思います。かなり確率厳しいです。 5% で1万ポイント稼ぐことにね、まあ10枚、1000ポイントごとに1枚なので、レジェマと同じ効率でチケットをもらえるように見えますが、やっぱりその周回する効率全然違うので、今回ねスタミナ割くのマジでもったいないのかなというところで、ちょっとすいません、期待していた方、予備マッチに期待していた方にはとても、まあ、ちょっと申し訳ないマイナス評価なちょっとコメントになっちゃいましたが、まあ、ぜひぜひねそういうところでご検討いただけたらと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。